お花紙の八重桜で桜のリースを作りました。八重桜はお花紙とラッピングモールで作りました。作り方はこちらの動画をご覧ください。まず土台を作ります。今回は B4 コピー用紙を使いましたが、画用紙でも包装紙でも何でも構いません。半分に折ったらどんどん三角に折っていきます。それをだいたい二等辺三角形になるように切ります。3センチくらい内側も切ります。これを開くとドーナツ型になっています。画用紙か厚紙をドーナツ型の折り目一つ分より少し小さめに切ります。それをまず折り目のところに貼っていきます。しっかり貼れるように木工用ボンドか液体のりを使ってください。ぐるりと一周貼ったら、今度はその間に同じように貼ります。その上からさらに同じように重ね、三重にするとしっかりとした土台ができます。リボンを輪にして落ちないようホッチキスで2箇所留めます。この土台の上にお花紙の八重桜を置いてみます。配置が決まったら花を外側にずらし、左右の花から貼っていきます。花と花を少しずつ重ねながら貼り、一番上の花を上から貼ることで目立つようにします。下半分も同じように貼ります。乾いたら壁にかけて飾りましょう。紐や細く切った画用紙に桜をつけた吊るし飾りも添えてみました。